僕の考える真実っていうのはやっぱり大大ききなな力ににはやっぱり大きな犠牲が必要だっっていう,ふうに考えるんですねやっぱり覚悟であったりとか犠牲っていうのを払わなきゃ大きな力は生み出されないよねっていうふうにあの常に思ってるんでやっぱりそういう部分もこのファンタジーの中に盛り込んでいければあの本当の意味でのファンタジー真実のファンタジーっていうのが生まれるんじゃないかなっていうだから「犠牲と代償」っていうのをすごくテーマにして。 大きな力を得たければ大きな犠牲を払ってくださいっていうような形を真実と言っています,そうですねあの今までのゲームっていうのはどうしてもえとなんていうかな事務的なって言ったら変ですけどもえと何か決められた力を使うのに決められた数値を どう動かすかすみたいな形でしかなかったように思うんですけどそこに心の動きみたいな本当に、えー、と犠牲にした方がいいのか救った方がいいのかとかそういう心の動きみたいなのを、えー、と数値化してっていうかです、ね、あのゲームの中に持ってきてそれで、えー、と決めるっていうそういう葛藤みたいなものをゲームにできればより面白い、えー、とシステムが生まれるんじゃないかなっていう。 気持ちでですねそこにやっぱ犠牲と代償みたいなあの世界観に合った形のものを組み込んだっていうのが今回の犠牲と代償の思いついつた部分ですね,そうですねあの犠牲っていうとその響き的にどうしても人を犠牲にして自分がのし上がるみたいな。 部分があってゲームでももちろんそういう使い方はできるんですけど、えっと、やっぱりゲームのプレイヤーっていうのはやっぱりヒーローになるっていうヒーローになりたいっていう気持ちでプレイしている人すごく多いと思うんですね。そういう人はやっぱりヒーローっていうのは人のために自分を犠牲にして頑張るっていうことがすごくヒーローの条件みたいなところがあるんでそういう部分で言うとこのゲームは本当の意味のヒーローになれる。自分が犠牲にになって仲間のために 戦う仲間のために命を捧げるっていうことが現実このゲームの中でできるっていうそういうことをえっと楽しんでもらってよりゲームの中のヒーローヒーロー像みたいなものを味わってもらえたら面白いんじゃないかなと思ってます。はいえっとエクスカイバーっていうね口に手を突っ込んで背骨を引く抜くっていうのが一番やっぱりあのインパクトのあるえっと犠牲だと。 思うんですけど、まあ、グロテスクといえばすごくグロテスクなものがいっぱいあってですねやっぱり痛みを伴うっていうか、えー、痛いな見てて痛いなでもその痛いと思うことがやっぱりその犠牲につながってるそれでも、えー、助けなきゃいけないとか、えー、倒さなきゃいけないっていうその痛み,と痛みを感じる部分の強さみたいなところが、えー、とこの魔法のパワーになってる感じに、えー ゲームの中でやってます。